えー、こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。 えー、今日はですね、昨日挙げた YouTuber のための著作権まとめの2番をやっていきたいと思うんですが、えー、質問がありまして、コンテンツ ID とはっていうことですね、これはあまり聞いたことない聞き方もいらっしゃると思うんで、この辺調べておきました。あとでカラオケで歌った場合、それをアップロードした場合はどうなのかっていうこと,とですね、あと商用はダメなのか、この辺質問いただきましたんで、僕も、えー、この機にと思って全部調べておきました。あと画像と絵本、えー、追加でお話ししておきたいと思います。まずはですね、 えー、コンテンツ ID っていうのは作詞とか作曲とかあと原版権とかを持ってる人たちがですね、えー、自分のコンテンツを YouTube に登録しておくことができるんですねでその登録しておくとですねその波形の処理で、えー、要はまあこう 音程とか波形の処理あのよくこう Siri でね Siri でこ,うこの曲何っていうふうにやるとあの出てくるじゃないですかあのシステムを使ってあの多分やってると思うんですけどあのシステムを使って、えー、こう YouTube をアップロードした瞬間にですね、えー、この曲はこん このコンテンツは、えー、著作権を侵害しているかもしれませんというのが何度か僕も出たことがあるんですけどそれはだから自動で調べるこれコンテンツ ID というんですねでこれ調べてみるとコンテンツをこう登録しておくと登録した人がですね結局この、えー、著作権のですねこうの 著作権を侵害しているっていうのを見つけたら自動で停止にするとか、えー、著作権を分配にするとか著作権を全部自分のものにするとかその他登録しておくことができるんですねそうすることによって自動でパチッて停止されたり削除されたりする可能性がありますで、えー、これをされるとですねえっ、ー、とあなたは1回目の著作権侵害の申告を受けましたこれが数がた、えーえー、まっていくと、えー アカウントの停止になりますっていう警告でめちゃくちゃ怖いんですけど、えー、これですね、ワーナーブラザーズが非常に多いんですね。えー、と僕も2回かぐらい、ワーナーブラザーズにあの警告を受けてます。で、ワーナーブラザーズっていうのは、例えばトムとジェリーとか、僕、トムとジェリーの演奏、を映像に合わせた演奏っていうのをあのいろいろやってるんですけど、それを上げたときに、著作権包括で、えー、とお,お値段をお支払いしてるんですけど、にもかかわらず、祈願ですねで、異議申し立てっていうのができます。 なのでこれ,これ自動じゃないですか。なのでこう間違ってこう警告してしまう場合もあるのでその場合、異議申し立てってするのをと、異議申し立てっていうのをちゃんとこう英語と日本語で書いて送ると、そうするとあの OK ですよって言って解除されることもあります。なのでコンテンツ ID っていうのはこういうことですね。なので自動で、であとは手動で検索してこれをあの著作権侵害だっていうふうにすることもできるんですね。なので手動っていうのはまあ例えばその、えー、プロ プロダクションの人がこう毎日 YouTube を徘徊しててパッて見たときにあこれうちの使ってんじゃんって思って、えー、著作権侵害をだ提出してくることもあるそうです、えー、カラオケで歌ってみたの事例ですね、えー、っとまあ いただいた方はですね、イーグルスの曲を歌ってみて、それをあの要はまあカラオケで歌いましたで、カラオケでお金支払ったじゃないですか。じゃあそうすると、それを著作権を、えー、払ってるはずだから、それに対して僕はあげたのに、えーと、同じようにやっぱりこう、えー、削除されてしまったらしいんですね。で、これで考えてみると、イーグルスの曲ってまあ、そもそもシンクロ権なんですね。これワーナーブラザーズから来たっていうことなんで、シンクロ権なんですね。で、シンクロ権だし、えっ、ー、と、 あと、原盤はどこにあるかってことなんですね。原盤はですね、じゃあ、イーグルスのバックの BGM は誰がやってるかとジョイサウンドとかダムとかですよね、えーこう、カラオケボックスで歌ったそこのメーカーが作ってるんですね。僕もジョイサウンドの演奏を、えー、いくつかしているもんですから、その時にはちゃんと経費がかかるわけですよね。ミュージシャンにお金を払うわけだし、ちゃんと、えー、そういう,こう制作のためにちゃんとお金をかけて作ってるわけですから、原盤券はこれ、ジョイサウンドの曲を歌ったら、ジョイサウンドが持ってるわけですね。えーダム で歌っったらダムが、えー、持ってるわけですねでカラオケボックスでお払ってるお金っていうのはここで歌う権利なんですねだから CD を買った時っていうのも原版権がはそのままで、えー、自分の家で音楽を流して聴くだけのそこまでの権利なんですねだからちょっとあの CD を買うっていうことはそれを、えー、商用に使うことは許されないわけですねだから原版権がそのまま、えー この CD には入ってないわけなんですね。ということは、ジョイサウンドもそうで、この場で歌う分には全然構わないし、あと、ここで撮った動画を自分たちで見たりする分にはいいんですけど、公共の人が見る場所にやると、そこには原版犬が侵害になってますこの原盤犬に関しては、今回はだから関係なくて、先にシンクロ犬で文句が来たということで止められてしまうわけなんですね。ワーナーブラザーって非常にあの厳しいと思います。 でまあ、だからダムとかですね、じゃあどうすればいいの歌ってみたってみんなあげてるじゃない、あれはまあ基本的には著作権侵害なんですけど、じゃあ、えー、ダムっていうのは、ダムの,そのサイトで、えー、自分の。 えー、歌ってみたっていうのを上げてもいいよっていうところの部分があるんですね。でそこの部分とかで、えー、歌ってみたっていうのを上げていけばいいと思います。その方がコミュニティもですね、みんな歌ってみた人ばっかりだし、そういう人たちが見てるんで、まあ、意外とこう大きくなりやすいのかなと思いますが、YouTube に上げるのはちょっと難しいんではないかなと思います。なのでえー、と この自分の歌に関しては自分の著作権なんですね。でもバックの演奏がジョイサウンドかダムが持ってるわけですからでこ,れここでもちょっと侵害していてなおかつ海外の曲なのでシンクロ圏で引っかかってしまったということですね。シンクロ権結構ね怖いんですよね。 包括著作権についてですね包括著作権というのは商用はダメだったんじゃないですかっていうお話だったんですけどこれは僕も心配になったんでジャスラクさんに電話しました、えー、包括著作権はジャスラクさんが払っている分を YouTube に上げていただいて YouTube の、えー、ところの、えー、いわゆるその、えー、広告収入のオンを押すのは大丈夫だそうですねこれはちょのジャスラクさんから、えー オッケーをいただきまましたので大丈夫だと思います、えー、画像や絵本ですね、えー。画像や絵本、これもちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、僕が使ってるあのー、サムネイルとかですね、ああいうのも全部イメージですね。あれ買ってます、ちゃんと。えー、著作権、えー、包括で買ってますで。絵本なんかの読み聞かせもやってらっしゃる方いらっしゃるんですけど、あれ基本ダメなんですね。なので、あれはあの手動で来る場合が結構あるそうなんで、気をつけていただけたらと思います。 というわけでですね、アカウント凍結っていうのはちょっと怖いもんですから、著作権には気をつけましょうということで、えー、まあ、補足がてら、えー、著作権、えー、のについての2番でございました、えー。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。 私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。